検証やっていこう。ボックスの検証やろう。さあ、このボックス、バチクソ重いボックスなんですが、まあ、これを軽くする方法があるという話を聞きましたので、検証していきたいんですが、まあ、その方法は壁紙を変えるらしいんですけど、本当なのかな？とりあえずこんな感じだね。ボックスの遅さはね、通常、こんなんよ。バーカ遅い。なんだこの遅さ。いや、めちゃめちゃ遅い。モンスターズユニバーシーのナメクジぐらい遅いですね。まあ、これをどう解決するかと。という話で、カーブグラミー。どれが軽いんだ？あ、一個だな。これ一気に変えられない？これ。まあ、仮説では、この後ろの壁紙若干動いてる気がするんだよね。最初の初期設定のやつ。時間経過で。そこが重いっていう説はあるよね。だからもうここ全部同じ壁紙にしてしまえば、壁紙分の軽さ？そう、色も変わってるよね。壁紙分の、その読み込みの軽さあるんじゃない？全部一緒にすればいいんだもん。後ろ。っていう話ですよね。後ろの壁紙が動いてるし、色も変わっているからということですね。やるしかないさ。さあ、行くぞ。ここからだぞ。あー、ガセだな、多分。いやー、プラセボだな、多分。全然変わってないと思うわ。これ変わってないでしょ、全然。早くない、早くない。全然早くない。これだけでいいもんね、別に。うん。変わってないっす。ガセですね、これは。はい。まあ、検証することによって分かりましたね。あー、変わってないね。変わってない。思い込みです。そう、人間は何か辛いことがあると何かにすがりたくなるんですよ。たとえそれが嘘でもね。